庭に半日影を作るのに、竹でちょっと細工をしてみました。日陰と水を利用してクリーンソーと勝負植えてます。浦島ソーを地に下ろしました。雪虫ソーは鉢のまま少しの間様子見ます。バラの間に花を植えたくて手作りの花壇を作り始めて今で10日ぐらい経ちました。間に合わせに寄せ集めしました。